はいどうもパパです。とですね、久々にこういう動画撮るんですけど、実はちょっとねまたちょっと体調ぶり返してまして、体調がちょっと今悪化してます。で何が起きたかいうと、多分まあ咽頭炎なのかなぐらいの、ちょっと今回きっかけがいろいろあるっぽいんですけど、まあ、こうやってちょっと体調崩れちゃったんで、またちょっと配信とかをちょっと見直そうと思って、まあ、その報告になるんですけど、今までは最近結構昼配信とかでゲームよくやってたんですけど、あの辺ちょっと一回やめようかなと思って、配信ちょっと減らします、でまたこういう動画をちょっと撮ってこうかなって思ってまして、まあ、とりあえず効率よくチャンネルやっていこうって思ったら、ゲーム配信って今んところあんまりそんなに成果出てないので、まあ、ゲーム配信一回切って ゼロにはしませんけど、やりたいゲームまたやりますし、やりたい時はやる、やらないことがストレスになるんだったらやりますけど、多分疲れも溜まってるのでゲーム配信増やしすぎて、僕的には楽しいんですけど、メンタルは楽しいんですけど、多分体がついてこないんですよって状況になってるので、まあ、とりあえず方針の 変更そして、まあ、夜配信はちゃんとやるけど、昼配信は一回なくします。で、何するかっていうと寝ます。昼。昼寝ようと思って。今どのように体調崩してるかっていうと、まあ、ちょっと咽頭炎っぽいのが起きてて、あと喘息ですね。喘息が結構出てて、で、めんどくさいことに、僕の場合、自律神経乱したあたりから、呼吸がしづらくなることが増えたんですよ。で、自律神経乱れてくると呼吸ができない。喘息は、ぜいめいっていうのがあって、ヒュー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 言い始めるんです。本当に気道が狭くなって、口笛吹くみたいに。普通に吹いたら、ふぅ、ふってやつが、ふってなる。これが、そういうのが喘息のガチの発作なんですけど、そこまでは言ってないんです。自律神経が乱れてくると、そういうのはないんだけど、なんか酸素取り込めなくなるんです。なぜかわかんないけど。なんですぐに息が荒れる。で、状態がちょっと出始めてまして、ってのと、まあ、梅雨ってのもあって、ちょっと、ゼーメー出始めそうだなぐらいまで一回行きました。ただ僕はその辺は吸引持ってるんで、吸引になんとかしたのと、あと普段から日常的に吸えるステロイド系のやつもちょっと病院行ってもらってきたんで、まあ、それがあるから多分喘息に関しては多分問題はないんですけど、そっちじゃなくって自律神経の方はちょっとやばそうな感じです。いろいろ大元たどってみると、多分一番はタバコの煙をちょっと浴びてしまったことがあって、そっからですね、その時にタバコの煙ちょっと浴びたことによって俺体調崩したんです。一回気持ち悪くなって、それでちょっと半日か一日ぐらいちょっとダウンしてまして、でまあちょっと翌日とかになったら良くなったから、まあ大丈夫かなって思ったんですけど、実はその辺りから喘息がちょっとずつ出始めてました。息が切れ始めてました。はい、タバコは多分きっかけです、最初ので。次がちょっとずつ危ないなとは思ってたんですけど、まあ、それで一回ちょっと吸引するはめになって、で実は東京に行く時ですね、あの時自分的にはある程度体調整えてたつもりだったんですけど、まあでもやっぱり悪化が止まってなかったみたいで、エルデンリング頑張ってたのと、その後にスト6のベガ頑張った結果、そこで久々にスト6終わった時にはあってなんか疲れた感じがあったんですよ。であれと思って、最近これ全くなかったのにちょっと自律神経乱れてんなってそこで疑問に思ったんですけど、だからその日の夜ちょっとお酒を多めに飲んでちょっと気分転換してすっきりした上で東京に行こうって思って、東京行った当日ですね、ちょっと電車酔いしまして、ちょっとまずいなって思ったんで、ママがいつもね絶対車酔いするから吐き気止めを買ってるんですけど、その吐き気止めを一応飲んだんですよ。で飲んだ後になんか喉の奥が腫れてる気がするって思うと、なんか変な味がしたんです。ずっと喉の奥に張り付いてるな、変な味がして、なんか変だなと思ってたんですけど、まあなんでもないだろうと思って新幹線乗って、新幹線の中で喉が塞がれそうになるぐらい喉の奥がちょっとパンパンに腫れてきまして、さすがにビビりまして、これワンチャン窒息すんなってぐらいの腫れがあって、なんでだろうって考えたら、やっぱり酔い止め飲んだ後からなんですよ。酔い止め飲んだ後に、で途中から思ったのが、変な味する中麻酔打った時みたいなしびれがあったんです。でそこがちょっと腫れてきてて、ちょ動きづらくなってきてて、なんか締まりそうになってきてる感じがあって、僕これ覚えがあって、胃カメラ飲む時に麻酔やるじゃないですか、喉の奥に、それと同じ感覚のしびれがあった。これってなんか薬やばい反応起こしてないか俺と思って、自分がね合ってない可能性があるなと思って、まあ吐くかと、一応吐き出しておこうと思ってトイレ向かっ
って、じゃあ指突っ込まないかんなって思ったらもう出ましたね、勝手に。もう全部戻して、それも3連続ぐらいで、オートして、全部出て、あ、それでもやっぱり、喉が閉まってきてる感じがする。生唾飲み込むとちょっと変な感じがする、やばいなと思って、まあ、軽いパニック発作みたいにちょっとなってたんでしょうね、今考えるとね、うん、でやばいなこれはと思ってたんですけど、まあ、新幹線でもう突っ走ってるん で名古屋から東京のとこってのぞみとか乗っちゃうと全然止まんないんですよ。もう止まるとこないから途中下車もできないから、これやべえなと思ってどうしようかなと思ったんですけど、まあその時はその時だなと思ってちょっと寝ようと思って、まあ、グリーン車で行ったんで、まあゆとりはあったんで、まあ、いつ全部倒させてもらってちょっと寝たら腫れがちょっと引いてきたんで、あもう治ってきてんだなと思って、逆に吐き出したから治り始めてて、余計に薬と思って余計怖かったんですけど、でまあ新幹線着く頃にはもう腫れも引いて、だからちょっと警戒しながら実は東京は回ったんですけど、あの時はもう喉ちょっと腫れてたんで僕はあんま喋れなかったんですよ。喋ったらちょっと痛いからこれ悪化するなと思って、一番咽頭炎きつかった時も喋ると喉が痛かったから、それの感覚に近くても、その薬飲んだことで一気にバーって腫れて、そっからですね、それが最後のとどめになったんですけど、だから実は東京の動画撮ってる時僕実は死んでます。だから今考えるとよくそれでもんちゃ食ったなって思うんですけど、もんちゃ食ってますかねちゃんと。アホ。だその前に最初にポテリコ食べた時に食べたら詰まるかなと思ったんですけど食べれたんで、あ普通に食べる分には問題ないんだなって思って、ポテリコ食べれて、でまあ一応もんじゃも食べれて一応良かったってなって、まあ、東京はとりあえずその後はそんなめちゃくちゃ悪化することはなく、あんま喉の刺激与えないようにして、だから僕ハッピーレモンってお店行った時に僕は蜂蜜飲んでたんですよ。あれ蜂蜜って炎症を抑えるから、だから実は蜂蜜レモン飲んでたの。あれそういう理由です。コーヒーじゃなくて蜂蜜レモンだった。少しでも喉が良くなればいいなと思って飲んで、まあでも結構染みたんで最後ママに実はあげたんだけど半分ぐらいあげるわって飲んでっつって、名古屋帰ってきてからもちょっと荒れたりとか、まあちょっと呼吸苦しかったりとか、ちょっと一回メンタル来たりとかもしたんですけど、まあメンタル来たつもりちょっとだけちょっとだけで、僕自律神経乱れてくると手足が冷えてくるんで、実はママの猫のライブ配信してる時に手足が実はキンキンに冷えてて、だから配信する直前前に実は寝てたんですけど一応ね、で、あやべえなと思ったんで厚着をして実はライブ配信に参加してたんですけど、で厚着したら結構大丈夫だったんで、最近家の中は冷やさないと湿気やばいし、でも冷やしすぎると乾燥とかもあるし、でワンチャン手足冷えてくるとやっぱ良くないからってので、やっぱ今の季節だとやっぱ冷やさないと猫も倒れるしみんなも倒れるから冷やすけど、俺だけパーカー着ればいいなって思って家の中ちょっと今後はちょっと寒いなと思ったらパーカー羽織って過ごそうかなと思ってます。今はちょっと散歩行った直後なんで体温まってるんで気にしてないけど、まあこれで冷えてきたらまた1枚羽織って過ごせばいいかなっていうのが、まあ一応多分対象になるんですけど、ちょっとね体調良くないし喋りすぎも良くないかなって、今もやっぱ喋ってて、あこのまんま1時間もし喋ったら悪化するなって感じはあります。これ手で撮っても10分20分なんでいいかなって思うんですけど、ちょっと安静にする時間を増やす感じですかね。だからもう今日 G スポットも行こうと思ってますし、 G スポット治療やって良くなればいいかなって、まあ、一応病院にはね複数行ったんで喘息とかは一応見てもらって、まあ、前面も出てないって言われてるし、ヒューヒュー言ってないって、ね、なんで、まあ、最低限のコントロールする薬吸引して、でそれでももし喘息出るようだったらやばいって言われたんですけど、まあ昨日から吸い始めて、昨日2回吸って今日1回吸って、だいぶ喘息の方は多分大丈夫です。だから息苦しさはやっぱ残るんで、まあ、そっちに関しては自律神経だなと思って、結局全部連動するんで、俺前も言ったと思うけど喉から来るんで全部俺、だから多分今はもう喘息とかで喉が鳴ってくると喉が荒れたりすると自律神経刺激されてメンタルも崩れるし、ちょっとお腹の調子も悪くなるしって、全部崩れちゃうと思うんで、多分今全部それで悪化してますね。なんでそれが
いつまでに戻るかちょっとわからない。わからないんで、下手な行動は今できない状態になってる感じですね。まあでも、もう対処はわかってるんで、もう前回やったから。なんで、まあそれにこれまでもね、まあちょいちょいは貸してきたから、ただ今回、ほぼ全開したなってところから、あ、このままだとまずいなってところまで来ただけです。まずいなを超えてないんで、前回みたいにプルプルはしてないんで、プルプル、このままいたらプルプルしちゃうなってとこで止めて、今戻ってきてるんで、もう。なんで、念のために自分を休ませるってだけです。悪化したくないんで。だから普通の動画投稿とかできるから、なんかこっち系もなんかそういうのでちょっと喋らなくて済むやつとかでもね、いいと思うし、まあそういうのちょっと攻めていこうかなと思います。どっちにしろもともと疑問持ってたんで、ゲーム配信、労力の割に、まあ、そんなに成果出てないよなっていうのは、はい、思ってたんで、なんか別のことやろう、別のことやろうっていうのは、ずっと思ってたんで、まあ、ショート系取ってもいいと思うし、なんかね、自分の労力を減らした上で、みんなに喜んでもらえる何か作れればいいかなとは、思っちょる感じです。まあ、考えます。ただ、ゲームは、もともと好きなんで、やりたいやつはやります。スト6もやります。やりますけど、長時間をやめようとか、そっち系ですね。やりすぎない。うん。ご褒美。自分へのご褒美でやろう。という感じです。というわけで、今回はそういう体調崩れましたよっていう、ちょっと嫌な動画でした。嫌な報告ですけど、まあ、戦法がやばいなと思ったんで、一応報告はしておきます。なんで、でも別にそんなね、なんかめちゃくちゃ悪い状態ってわけじゃないんで、まあ雑談はだからどっかでやろうと思います。短時間でもいいから、ちょっとでもね、やっぱ元気な顔見せた方がいいと思うんで、まあ、そんなめちゃくちゃやばいってわけじゃないから、そんな感じかな。なんで、日常生活に問題はないですし、薬もちゃんとしっかり持ってるんで、うん、そんな心配することはないです。はい。という話でした。まあ今回ね、こうやって余裕持ってるのもね、結構みんなに、もともと雑談とかママの配信とかでスパチャとかいっぱいもらってたんで、まあいいかって思えたのが強いから、まあ、そこは本当皆さんのおかげなんで、ありがとうございます。という話でしたね。なんかコロナ以降こんなんばっかりね、俺ね。まあ、年齢も重ねてますし、まあ、しょうがないのかなとは思いますね。もう41になりますから、もうすぐ俺。年食ってくるとこんなもんなんだな。まあ、ちょっとなんかあるとすぐなんかなるんだなって。なんで、とりあえず、思ったのが、俺、ちょっと煙はマジで排除しようと思いました。煙にはもう近づかない。ああいや焼肉は食うけど、焼肉は食うけど、だから基本的にもタバコと、タバコは特にきついんで、俺、タバコとかには近づかんようにしようのは強く思いました。やっぱその、自分が悪化する可能性があるものは全部排除しようって。というわけで、今回はそんなご報告です。まあ、安静にしときゃよくなるんで、まあ、あと睡眠不足も多分あったと思うんで、その昼の配信やめて昼寝ます昼寝をしっかりとってっていうのはやろうと思ってる。でその分ちょっとね、配信できない分はなんかこういう動画撮ったりとか、自分が喋らないやつでもね、なんかまあ料理とかでもいいと思うし、撮ってなんかしらシャシャッと作って出せるようにしようとは思います。はい、というわけで今回はそんなご報告でした。以上です。まあ、で休むってことはね、休みます、ちょっと。はい